山崎です。今回僕はラズベリーパイ使ってないんですが、アルディのとこなしってやつ使って、用途としてはなんベッドサイドって意外に物が置くスペースないし、まあっても少なかったんですが、ここにスパリボーとか使って、いい感じの物が置けたらいいかなと思ったというアイデアなんですけど、これ、ライトになっています。ライトになっているんですが、ここ、昨日、なんかここでやったんですけど、スマートフォンが装着できるようになってるんですね。なので、ベッドサイド、寝るときにスマートフォンをこう装着して充電をしてると。で、充電しながら寝るまでなんかこう YouTube 見たりとか、なんか本読んだりとか、こういうことですね。こうやって見ながら、やれるんですけど、で、ライトなんかもついてて、で例えばなんかこう、YouTube かなんか見てて、眠っちゃったら、そのまま消灯するとかですね。なんか例えば、あと、スマートフォンがついているので、目覚まし時計の機能がついていると思うんですけど、いい目覚めになるように、なんかこう、ライトがここはついて、目が覚めやすくするんですね。なんか目覚めるときに光が当たると目覚めやすくする。あとは、なんか盛り上がりの次第で、ちょっとレインボーだったり。おおみたいなですね。スマートフォン、ベッドサイドに置くと思うので、そこを、充電とかいろんなこうやりながら、スマートフォンの、充電ステーションなんだけど、いろいろ多機能になってる。睡眠、寝るときと、目覚めのときですね。なんかいろいろ使えるような。で、作りました。以上です。